次こそ手持ち1個とカバン4個入ってる。オーケー。ぶっちゃけジャガノはさ、あのラウンド4のボスまでいらないよな。いらない。あった。あった？メガボもいる。なんでやねん。あった。メガボいんのうずいんだけど。じゃあおのおのでやるか。うわ、うん、脳死脳死。え、脳死持ってんの俺じゃん。取りに行って。取りに来て。カウントされん。どうだ、ね。あ、渡すよ。はい。はい。じゃあ帰る。俺犬行ってた。犬行ってた。あ、できた。めっちゃファイヤー入ってる。そんなにいらねえ。うん、いや、やってる。あ、やった。え、あー、始まった。誰かやったのかよ。まあいいわ、とりあえず買い物優先だ。はい、だけどね、あれ。いや、どうだろう。全プレイヤーに通知行くからに、ね。いやでも今のところ入ってない。ちょうど急ごうか、じゃあ買い物して。うんうん。あ、入るよ。OK。よし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 。ここまでは OK なよな。うんうん。もう今回、ジャガーノと4に自己そこ。よし。ちなみにグレポンになんか武器もっとつけてる？シャッターブラスト。オッケー。ぶっちゃけこの世界マスクあればどこまでもいけると思ってんだけど、どう思う？いけそうだよ。実際は知らんけどね。あ、待って、墓あったわ、また。ちょっと前と違う位置に墓あったぞ。何が出るのや。インスタキルとか出る前出てきたから、護衛部に開けたらいいのかな。そうだろうね。あれ？これワンダーオフェありなのか、もしかして。強い。電波するからさ、電波するからリロードする余裕が全然ある。はい。え、中ボス来てからだよ、それ。まあ、中ボスに効くかどうかは割とかかってる。マグホレつけないとやっぱきついよってなるかもしれない。もうちょっとリロード早ければな。じゃあなんかやっぱ死の危険がするから使う。死の危険。どう考えてもマガコレ発動してる方を使った方が安全に決まってんだよ。そりゃそう。いや、なんか昨日 VR11 もマガコレ使ってたらまだマシだったんだけど。どうなんだろうな。地平部隊できる。ダメだな、ワンダーワフェ。リロードが間に合わない。じゃあこれもマガコレなのか、果たして。あー、そうは思わんけどな。中ボスによって効くようなら、それにマガコレありだと思う。まだ豆鉄砲でもいいからセントリガン量産したいな、あのエリアに。チリツモだよ、セントリガンだって。てか、あなたそれどこにいるの？上。
弾回収できるんだ、そんなとこ。いや、一応の回復できるよ。これでいうところだ、こっちで。そうだね、そうそう。そんな強くないけど、まあ。ああ、これ上からも湧くのか。まあでもやばくなったら下降りればいいのか。降りれるのか。そう。まあウェーブ1だけだな、これが通用すると。うん、扉が荒ぶってる。ボスすんや。めっちゃ強いな。そこで撃つのは強いだろうな。あべ。ちょっと ボスにワンダーワフィー撃たせてくれ。ちょっとダメだこれ、リロードできない。ちょ、リロードさせて。危ない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 。ちょ、リロードできない。終わってる。リロードできない。あ、ダメだ、聞いてない。助けて。オッケー。だってリロードする余裕がないでござる、これ。あ、セントリーかな。ちょ、これ凍結つけようかな。いまいち効いてる気がしない。あ、ここにハッカーあるよ。5ウェーブに飽きる。あれ、てか2つあるはずだよね。じゃあ他もう1個は、え、昨日の場所とかじゃなくてないんだ。変わってる。ちょっと俺もこっち陣取ろうかな。え、ここ強いの？ピンチになったらまあ降りればいいしな。やだー。あ、まあ、でもこの中ボスはビリビリ効くんだよな。あ、ここなんか食らったんで。あー、見て、アップね。ちょ、なんか罠オペ使ったら死亡率上がりそうだからもうやめた。俺は死なない。俺は死なない。おい、なんで同じとこいんだよ。俺はそこいた方がいいけど。まあ、そっか。あ、凍結効いてるな。ここに行けばさ、ゾンビさ、結構来る場所決まるから楽じゃない。確かに。なんか上から湧いてんの俺かもしれんから。俺は階段を。てか凍結効いてんね、本当に。効いてるよね。音はしないんだわ、ただエフェクトの。この足の遅さは凍結が効いてる証拠だよな。うん、いや、だって凍結っぽくなんか青白くなってたよ、見に行く。
っと真っ青だもんな。うん、あ、待って、上にミックはいた。はい。思ったんだけど、ジャガノの箱結構でかいじゃん。はい。あれ、通路塞げねえかな。いけるよ、でも。ついに塞げたとして。あ、5エブ目はさ、いいじゃん。使うまでは塞いでもらってみて。あ、ここの世界で巧みな技をね、やろうなんて、まあ、考えない方がいいよ。考えない。はもう力とパワーで押すべきで。力とパワー。回収させてくれ。はい。ここアンチか。アンチだったか、ここが。ねえ、下よりなんか全然楽。今は。ラウンド制ゾンビでさ、しおりおじさんからすればトレインが主流だったけどさ、ここトレインもクソもねえじゃん。あの限界地帯じゃん。ね、マジで。あ、これミミックがさ、扉にスタックしてるぞ。マジで？本当だ。こいつ実はとてつもなくアホ。よし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 。あ、このミミク、とてつもなくアホ。中ボスみんなそこにスタックしてくれてる。楽だな。楽だな。え、ちょ、扉閉めよう。あ、ちょ、ダメだ。ゾンビの動きが。あー、入ってきた、ミミク。凍ってくれ。ちょっと待って、俺、カジミールどっかに捨てちゃった、ニコ。最悪。ボス来たけど、しばらくここに籠城してていい、うん、あー、ちょっとミミックに押される。あいつここにスタックしてくんねえかな。ボス来てるよ。スタックしてくれなかった。ちょ、痛い。ちょ、痛い。やれるわ、うん、見つけてしまったな、激アツ地帯。ちょっとこいつらなんだ。セントリーさ、これ扉の前に置けたらさ、塞ぎそうだけど。いや判定あんのかね。あ、ヤスト、セントリーマルチで判定あるよ。うん。あれ、これ俺の墓じゃないな。あなたの墓だぞ。あ、そうなの。え、じゃあ俺の墓どこ。あれ、俺の墓ねえから。おめえの墓ねえから。おかしいな。こいつら結局金網にすり抜けてきてんな。すり抜けてんの。あー、バングラーが上に置いてきた。ダニ
あーちょっとボスンを凍らせたい。凍ってるの？いや凍結モッド一番いい気がしてきたね。他のモッド入ってる気しないし。弾の管理を怠るなよ。下に弾取りに行きたいけど、はい、行きたくにね。ここ打ちながらね、うろちょろしてる分にはなんとかなるよ。なる。カオスだ。結局この扉一箇所にゾンビが集中するから、うん、ゾンビと中ボス同士とでスタックをしてらっしゃる。なるほど。とたまにすり抜けてくるんだが、なんとこいつ。とりあえず4ラウンドボスにはジャガーノートを使うつもりでいるけど、あの出現してからこのエリアに来るまでラグがあるから、視界に捉えてから呼んだ方がいいかもね、ジャガーノート。こいつら本当に階段でスタックしてる。あべ、ミミックが凍結消えたぞ。これさ、ゾンビのあのハイズリゾンビでさ、死んだらビリビリするやついるじゃん、うん、あいつもスタックしてさ、階段で中ボスのダメージを与えてるのでは。そんな気がしてきた。あ、いやミミック、弾回収、弾回収。オッケーオッケーオッケー、弾回収。えぐいわ。中ボス溶ける。それはそう。つけてしまったな、最適ルート。そこだ。ギャー。いやー、ミミクです。凍らせた。あ。ちょっとスコーチャー打ってたら死んじゃった。何もすんだよ。俺もうワンダーワット使う気ないから。ちょ、ミミク来てる。ちょ、やばい。撃ってくれ。撃ってる、撃ってる、撃ってる。あーあー、外落とされた。ああちょっと待って待って待って、さすがに降りる。降りざるを得なかったよ。ちょ、やべ、弾なくなる。わかる。オッケー。ちょ、なんか戻ってしまったんだが。あ、ボス俺んとこにいるやん。俺スコーチャーでいつでも上に戻れる。そうじゃん、そこ。なんかストームコーラよくわかんない場所にいるんだが、ストームコーラ内側の部屋に入ってる。入ってるね。体力今半分ぐらい。ちょ、ミミック来てる。あー
なんてか今どこにいんのそれ。下？いや、下から上に逃げてきた。やーだー、痛い。あれ、いつの間にか死んでる。いつ死んだ？ちょ、助けて。助けて。降りてくい。こいつら、なんでラウンド終わっても生きてんだよ。お猿さんか。そっちジャガーノといくつ持ってるって言ってたっけ。4。あ、じゃあ俺の持ってんのか。で一応戻ろう。ボス出てきたらじゃあ俺使おうかな。ちょ、もう普通に出てきよるボスがいて降りる。は行って、あちょ、あちょごめん、はい、ちょ行って、ちょ死ぬ、このレベルの中ボスになってきたら上きついかな、そうかも、降りよう。このフェーズになるともうセルフでアーマー巻かないとちょっと間に合わなくなってきて、吐いて、あ、今もう下降りてる。うん、中ボスなんだよな、結局猛威を振るってくる。いや、スコーチャー結構いい感じ。本当に、あ、スコーチャーね、弾の回復が遅いのだけがネックだったんで、でその間グレコン打ってればいいからめっちゃいい。あは、あ、それしばらく持続するもんね、チャージすれば。あ、そうそうそう、蓄積結構ダメージ入る。そうそう、ワンダーワークはうんこだった。うんこだった間がこれ次第かもわからんけど、現状はうんこです。サル投げ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 、え、詰まってる、投げ、ポケラー、おい、猿投げたら詰まった。とりあえずこのフェーズのボスは私使うね。うん、いや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 、このモードソロでクリアしてる人やばいな。いるの？ああ、いる。基本的に武器構成はもうこんな感じで。ああ、名前付き耳服が強え。
ああ、ボス来たな。あ、近い。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。ジャガの寄せ。はーい。あ、ちょっと助けて。あやす。ボスあれか。来た。あ、詰まった。大丈夫、拾えねえ。ああ。ちょっと待って、拾わせて。拾った。ボスどこ？いた。オッケー。間違った。こっちでボスだ。もうあとは殲滅してくれ。オッケー。じゃあ今、ジャガノが8個あるのか。助かる。さあ本番だぞ。ここからシュラだぞ。シュラ。まあてか、あなたの墓開けたら。ボーナスポイントとかいらないよ。いらねえんだよ。いらないっつっただろ今。ふざけんなよ。こんにちは。最終ラウンドだ。いいね。ここを乗り切りて、まあさすがに。ソリ。ミミックうざすぎ。ギャー。拾ってるよ。あ、負け。今アーマーない。今アーマーない。だー。ちょー、もう大変なことになってる。アーマー今ないからまずいんだよな。大丈夫か。なんとかなってる。もうさ、ピタゴラスイッチ方式で中ボスから攻撃食らったら別の中ボスの目の前にぶっ飛ばされてんだけど、やめて。このキルスイッチだってやめて。ちなみにこのギャンシーだけどさ、本体にダメージが通るは俺ちょっと怪しいと思ってんだよさ。まあでも極力、ま、周り、いや分からんけど、まあ、とりあえずギャンシーは狙う。通ってないようだったらちょっと考えないといけないの。なるほど。ダイ。大丈夫か。囲まれた。ピンチだ。助けて。もうこうなったら すぐ回復を食べる。まあ自己様で言うてめっちゃ持ってきてるから、それはそう、念のためにね。まあまあまあ自己層とくとくに腰が溜まった。あ、俺に溜まった。もうザコゾンビにはナイフじゃん。
あーやだ、あーやだ、助けて。ちょっと猿なんか、あやす、誰が猿だ。リサイクルをさっさと倒さないとな、これ。回復するかも、ね。なんか武器中に勝手にされたんだけど。大丈夫か。え。だ。ボースが出た。とりあえずこんにちは。ジャガの一回取れ出しとく。出す暇がないです。出した。カジミル使った。とりあえずギャンシーは視界に捉えてるんで使うね。うん。俺も使う。これね、入ってはいるけど周りのやつ倒した方がいいかもしれん。全然入ってないわ、これギャンシーの召喚してるやつ。そう、召喚してるやつどれだ。あー、上にいる。余裕を見てもう一個呼ばないとジャガーノート。いやー、大丈夫か。つわれた。俺は呼んだ。ちょっと待って。あー、危ね。ギャンシーのボスがたくさんいる。ある？あるあるある。やばすぎだろ。ちょっとさ、ジャガーのもうそろ来るけど、ああちょっと待って。自己触りよ。俺も使うわ。とりあえず今目の前にもうジャガーのあるからこれ拾って、うん、ギャンシーの取り巻きを倒す。うん、オッケー。やるよ。ふざけんな。多分取り巻き倒した。うん。どこギャンシーいた。え、こいつ硬すぎ。めちゃくちゃ硬いけど。え、こんな硬いの。え、ありえん硬い。ありえんか、あ、やべ、溜まってる。はい、もう、あ、溜まってない。ギリギリまでセーブする、うん、え、こいつ硬すぎ。とても、あす、うん、なんかが違うのかな。やーばすぎ。ちょ、一旦、あー溜まってないよね。溜まってないけど、あとさちょい。 OK、 はい。え、どういうことだ。やっぱ取り巻き倒さないとダメなのかね。いや、取り巻きはさっき倒したよ。あ、ちょ、起きて。あ、溜まってないよね。もうギリ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 溜まる。いや、死ぬこれ。おー、やっべ。ちょ、俺もう自己層あと1個だぞ、これ。これ倒せなくね。で、ちょ、起きて。とりあえずジャガノは余してもしゃあないから妖精はしよう。待って、死ぬかも。これ溜まってる。ないよ。いけそうならお願い。ジャガのよ。あ、はい、ジャガの切るわ。
あ、でも減ってるな。ちょっと待って。いや、回復してる。待って、詰まってる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 。ギャンシーの召喚物倒した瞬間にしか通らないとかあんのか。あのね、一応召喚獣がいても通ってはいるんだよね。ただあまりにも微妙な、うん、って感じ。減ってないな全然。俺もう ラスト。いや、そうなんだよね。そうなんだよね。ああ。あ、キャンペーンはしないと思います。どうするこれ。ああどうするんだこれ。取り巻きでギャンシーにダメージは入ってんのかな。わからん。あ、知らなすぎる。私今ちょっと安全地帯にいます。上の。あ、そうだろ。今もう双方ジャガのラストワン、ラストワンだよ。ラストどうするよ。なんてだって、キャンシーってまだあの7分の1ぐらいを減ってる体力。減らなすぎだろマジ。減らなすぎだろあいつ。こっち来やがったよ。やだー。ちょっと反対側の高台行こう。高台死亡率低いね、やっぱ。そうだね、ギャンシー取られてる。あの、みんなスタックしてるな。あ、いい。あ、もう反対行く。オッケー、ギャンシー登ってきたらさ、反対行くを繰り返さん。そうしよう。なんかさ、そうしたら下のゾンビも気持ち少ないよ。そんな気がする。で、中ボスは足が呪いからさ。うんうん。うん、反対行こう、反対行こう、反対行こう。いや、座れながらミミックにキャッチされも終わってる。俺ら足があれば体力は回復するんだ。あ、ギャンシュ、行ってるぞ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 。本当だ、座れないのが一番大事なんだね、やっぱ。反対行こう、反対行こう、反対行こう。ああ、行こう行こう行こう。これ見つけた、見つけたな。ようやくや。で、ちょっとこのタイミングだと高台にジャガーノートを寄せ。そうだね。こいつただのディサイプル。助けて。ここで決めたいな。ギャンシー今どこにいる？ああ、上にいる。座れてる、座れてる、座れてる。逃げて、逃げて、逃げて、逃げて。あ、回避した。撃つぞ撃つぞ。はいはいはい。邪魔くさすぎゾンビ。多分これで倒しきれないからまたサイドバイサイドで行こう。オッケー。座れてるよ。よし、オッケー、移動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 。気がしました。うん、あ、来てるな。移動しよう移動しよう移動しよう。うん、座れる前に移動しよう。ギャンシーマングラーがいる。やれそう。ギャンシーもいる。ギャンシー減ってる、ギャンシー減ってる。はい、回避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 。はい。なんだこれ。なんだよこれ。これがトレイン、ランド製。武器という。
ギャンしました、ギャンしました。うん、やったおーほーほーよし。あ、クリアした。終わり？はぁ、終わった。かえ。はぁ、きつすぎ、これマジで。マジで。はぁ。あ、吸われたら本当に回復するから一生減らねえんだろ。そうみたいよね。でもあの今見たクリアした時に通知された文字を、えその迷彩のアンロックともう一つ気になる文字があった。すべての略図の短縮時間がどうのこうのって書いてあった。え、マジで今ってことは、え、そんなボーナスあんの？ゾンビ何体倒したこれ。やばい。3644体。え、ゾンビ2000体だわ。やばすぎ。まあ、そっち階段で一生勝ってたからめっちゃ。やばすぎ。これクリアしたら逆図のクールタイム。ああ、全部逆図のクールタイムが終わってる。あれやると逆図が全部終わる。うますぎ。うますぎ馬谷家か本当に。馬谷園。そしてあの迷彩はマルチであの迷彩使ったら自慢できるだろ、さすがに。イエーイ。さすがに自慢できるだろ。これじゃない、これじゃない。マークオブサウェイ。わあ。うわあ。目に悪い。俺より綺麗だよ。嘘、ドットだもん俺。これすげえな、目に悪いな。あ、その迷彩はいや、ほら、全然違うでしょ。あ、てかそうだ、忘れないうちにさ、今せっかくクールダウンが全部解除されたんだから、あなたはバック放順にしときなよ、今のうちに。ああ、そう。